はい、今回三菱の新型ピックアップトラックトライトンですね、見積もりようになっておすすめのオプション関連値下げ構想ば最新納期を紹介しながら新型トライトンの方ですね見積もっていきます。 SUV でトライトン発売日の発表とかですね、車用価格が判明して498万800円と540万1000円ですね。端数の方も判明して GLS 安い方498万高い方 GSR 540万100040万弱価格差があってですね、まあ 2.4 リッターディーゼル、ディーゼルターボで駆動は4駆6速オートマのトランスミッション、乗車定員は5名乗車ですね。で今回上級の GSR を選択して見積もり自体は上旬かですね、12月の上旬か開始していたみたいですけど、でボディカラーが全4色ホワイトダイヤモンド77,000、グラファイトグレー無料、ジェットブラックマイカ無料の山吹オレンジメタリック55,000イメージカラー、本当はホワイトダイヤモンドがいいんですけどね、まあ、今回オレンジを選択して、インテリアはブラックオレンジステッチ入りで、シート表皮本革シートレザーシートですね。でオプション関連の方も判明して、パッケージトライトンパッケージエクステリア関連ホイールアーチモール、サイドドアガーニッシュ、フュエルリットガーニッシュなんで、まあ、つけなくてもいいですかね。スタイリッシュギアパッケージっていうのもあってですね、ピラーデコレーションデカールとドアハンドルプロテクター、まあこれも個別に続けていきたいんで ETC 2.0 ないですかね。まあ一旦つけといて、関連機器チェージテレビフィルムアンテナキット12,760円もつけといて、で細かいオプションはこちらですね、エクステリア、ホイールロック、ナンバープレートフレーム、メッキチタン、メッキの方が安いんですね。3300円、これ前後ですかね。ナンバープレートロックボルトがあって、盗難防止、ボルト機能付き、三菱モーター、小川カータブ、カータブ、他の三菱の車にもあるオプションですね。アウトドア用のオプションで。で、ここら辺は、まあ、さっきのセットオプションの、高圧ですね。付けられて、サイドドアガーニッシュ。これもですね。テールゲートアシスト、まあこれはつけといて34,540円、電動トノカバーちょっと高いですけどね、まあ途中で必要とあればつけといった感じで54,200円、ピアデコレーションデカー、さっきのオプションですね、ダストウォーターディフェンスキット66,000円、これはつけといて66,000円、機能的なやつはつけていきたいんで、チェア、トレーラーヒッチメンバー、ドアハンドルプロテクター13,200円、
迷彩側みたいなやつですね。12ボルトパワーアウトプット。これもつけといて。バイザー5万9840円。ホイールアーチモール。18万2600円。まあこれはつけずに。インテリアがフロアマット4万4660円。大勢さんなんですよね。12年ぶりの日本への導入となって、ウェザーマット安いですね。交換用端子グラウンドランプバルブ6600円。つけといて。で、ドゥームランプ、マップランプ、フロントセンター、LED 仕様8580円。で、あとはリア。電池式セーフティーイルミネーション。ドア部分つけといて。スカフプレート。光るタイプですね。傷防止にもなってつけといて、41,140 円。で、安心安全、チャイルドシート、ジュニアシート関連があって、レスキューとかですね。まあ、この辺別にも社外品でいいんで。その他で、LED アッシュカップ、アロマ関連があってですね。交換用オイルパッド。で、見積もり結果ですね。値引き額は基本的に並みたいですけど、値引きしてくれたとしても、まあ、10万、15万ぐらいが限界で、納期の方は未定っていう情報で、まあ、来年の2月15日に発売なんですけどね、来年需要納車難しいんじゃないかって言われていて、まあ、1年以上っていう情報で、まあ、未定みたいですけどね、1年以上って紹介しているディーラーもあるみたいで、車両本体が540万1000円、高い方ですね。ボディカラー、有料色、オレンジ5万5000円。リールオプション42万7790円つけて、諸経費は、特に、ディーゼルターボなんで、減税免税はなくて、29万3960円。メーカーオプションつけずに、リールオプションですね、これだけつけて、で、車両本体プラス、メーカーオプション、まあ、ディーラーオプションですね。諸経費足して総額が、617万、7750円。まあ、これにメンテ、延長、コーティングつけていけば650万ぐらいは変わってきますね。まあ、ハイラックスのライバル車で、全長5メートル32、車幅1メートル93、全高1メートル81、ホイールベース3メートル13センチの最小回転半径確か 6.2メーターだったと思うんですけどね。はい、今回新型トライトを見積もってオプション関連の影響は、コンソーバサー新納期について紹介しました。